どうもこんにちは、輪行マイスターの岩田です。先日ツイッターでロードバイクでスタンディングできますかという質問をしてみたんですけれども、半分の人がほぼできない、全くできないということでした。せっかくもう外で走りに行けない時期ですので、まあ、この機会にじっくりスタンディングを練習してみてはいかがなものかということで、スタンディングについて解説してみたいと思います。スタンディングといいましても2つ2種類ありまして、1つ目、ハンドルを曲げない、まっすぐにしたままベースルスタンディング。ただまっすぐだとどうしても倒れますので、前に行ってもいけないということですので、どうするかといいますと、ホップする、上に上げて放り投げる、順番にすると、まあ、どちらかというとトライアルの人がするスタンディングですね。2つ目、どっちかというとこちらの方が多いんですけど、ハンドルを、斜め45度、右か左かどちらかに切って、でこう言ったり来たり、ゆらゆらすることで、その場に静止するというスタンディングです。どちらも重要なのが、ギアですね。インナーロー、一番軽いギアにしてください。はい、練習するときは、普通のクリップでやってみてください。まあ、できるようになれば、ビンディングでも普通にできるようになります。ではまずハンドルを曲げずにするスタンディングですね。よいしょ、ブレーキか、かけといて、まあ、こういう感じ、うっつっていう感じで、はい、でもう一つ、2つ目ですね、ハンドルを斜めに45度に切ると。この時、右に切るか左に切るかなんですけど、スタンス、右足が前か後ろか、まあ前足がどっちかということによって決まります。私の場合は右が前なので右に切ります。でなんでかというと、右が前なのに左に切っちゃうとつま先が、まあ、ホイールベース短かったりすると当たっちゃうということになりますので、邪魔にならない方です。はい、で戻る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 。してみるとバイクコントロールがとても上手になりますので、ぜひ練習してみてください。多分数十時間かかります。1時間でできる人はまずいない。できたら天才ですね。多分10時間とか20時間とか30時間とか40時間ぐらいかかると思います。スタンディングと普通にこうペダルを回して走る、時と何が違うかといいますと、スタンディングの場合はペダル、前足、後ろ足がありまして、ほぼ平行スタンスという状態で、この微調整のペダリングにあります。こうぐるぐる回しません。まあ、このぐらいのもんです。で、その時何が重要かといいますと、ハブのノッチ数というものになります。ロードバイクの、まあ、普通のスポーツ車ですね、まあ、ママチャリもそうですけど、ペダルというのはフリーギアです。前に回せば車輪が回りますけども、後ろに回しても車輪が回りません。じゃこれ前に回したときに常に後輪が回転するかといいますと、実はそうではない。はい、これ今かかっている状態ですね。でもよく見てくださいね。これペダルを前に踏んでいるのに後輪には動かないと、つまりトルクは動力は伝わっていないという状態になります。でギラエースのホイール、例えばですね、の場合、これ36ノッチと言いまして、36箇所、この引っかかる場所があります。で、360度ですので、36回ということは、まあ、大体10度に1回引っかかると。まあ、9度分はつかないですよね。つかの状態は、自分で足をこいでいるのに、動かない状態です。でその状態ですとスタンディングはできませんので、常にこの
かかった状態をキープしつつペダルを前後に少しずつ動かすということになります。トライアルバイクですね、まあ、あの飛んだり跳んだりすごいセクション1メートル2メートルジャンプ静止状態からポッと飛ぶようなものっていうのはこの機数というのが非常に細かい72ノッチだったりとか108ノッチとか何かというと10度に1回のものが6度に1回であったり3度に1回とかものによってはもう常にかかりっぱなしということになるのでいつでも一番自分のかかりやすいところにペダルの位置を調整できると。もう一つピストバイクというものがありまして、まあ、競輪選手の自転車なんですけれどもあれは常にかかります。常にかかりますがバックにしてもバックします、後ろに回してもバックしますね。で一番やりやすいんですよ。やりやすいんですけど例えばこういう上支点貸しての道にペダルが来てしまった時っていうのは逆回転してペダルの位置をやりやすい3時6時、3時9時の位置に調整するということができませんので、まあ、一番やりやすいのは、まあ、ドライアルバイクということになりますね。一番やりにくいのは何かと、ママチャリですね。ママチャリはね、この機数がすごい少ないので例えばずっとこうロードバイクとか、まあ、ドライアルバイクで練習してた人がママチャリでやってみるとものすごくやりにくいというのがわかるかと思います。はい、でこのノッチ数というのを常に意識してペダルにトルクがかかる位置を意識しながら練習してみてください。はい、ではペダルを水平にしましょう。はい、私は右足が前ですのでこの状態ですね。でハンドルを右に切っております。でブレーキをかけて左足をペダルに乗せて、まあ、立ち上がるとこういう状態ですね。行ったり来たりと行ったり来たりと、行ったり来たりと、ね、ただひたすら練習してください。10時間でできるかもしれませんし、100時間かかるかもしれませんが、自転車はバランスです。まあ、こういうのに似てるかもしれません。左に倒れそうになったら左、右に倒れそうになったら右ですね。まあ、これだと点なので、まあ、非常にシンプルですが、自転車の場合はもっと複雑です。